はいどうも、はいえー、自分のプ,プレッシャー弱いのにあいやんか嫌気がさすなってなんかね、えー、私はあの就労継続支援 A 型というのに通ってるんですけども、えーまあね、うんそこはあの障害や難病のある方が雇用契約を結んだ上で一定の支援がある職場で働くことができる福祉サービスであるということでですね 私はあのプレッシャーに極端に弱いっていうそういうふうなものを持っているのでえやっぱりあのえそういったところでねあんまりあの負担をかけないようにっていうあのスタッフの方々があのすごい気を使ってくれるっていうのは分かるんですけれどもえと私に言われてるわけではないんですけれども「はいこの作業のペースを持ってあげて」とか「今この作業何秒かかってるよ何秒以内にできるようにしよう」とか。 そういったああのまあ葉っぱじゃないけどあの一般企業に比べてねあの今まで自分が経験したあの企業さんとかに比べてあのすごい緩いっていう言い方はなんか失礼なのかなあのすごい気を使って頂い,いてるのは分かるんだけれどもそれでもビクッときますねあのはいもっとスピード上げてっていうと「えっああってなったりうん。 するのが何、ね、とも弱いなってそういうふうに思っちゃいますね。はい、今回あの気になった記事なんですけれども「え日刊現代デジタル」ですね「山崎賢人アトムの子」「低視聴率は広瀬すずのせい」「TBS 日曜劇場ワースト3入りの痛恨」という記事を要約してみたんですけれども。 山崎健人主演の t b s 系日曜劇場「アトムの子」の初回平均視聴率が9%を切ったことでテレビ関係者の間に激震が走った。ここ10年間同枠で初回が2桁を終わったのは今作含めて3足のみ。「アトムの子」はワースト3にしてしまった。このドラマが TBS の役員会議の課題にあ議題に上がるのは時間の問題だろう。主人公が 天才ゲーム開発者というののも数字を下げた理由の一つ主な視聴者層である高齢者にとってゲーム開発者という職種は分かりにくく感情移入しにくいキャスティングの問題以前に主人公はゲーム開発者という設定に職種が動かないようだ異例の低視聴率の理由として今年7月に山崎が浮上した広瀬すずとの通い同性報道の影響もある 応援は直前に香川照之がドラマを降板した影響も少なからずありそうだ一番最後まとめとしてですねドラマの設定は今更変えようがないのでこれから巻き返すとしたら山崎が広瀬と破局するか香川が別の役で電撃,電撃復帰するしかなさそうだ記事の要約は以上です、はいこれえー、それ以外、うん、まあこの他にもね何だろうなあの テレビ関係者とか、えー、歌舞伎界関係者とかいろいろものも言ってるんですけども、うん、名前出していようかとか思いな <laughs> 思うんですけどもえっ、ー、とですね、うん、あのテレビの課題ってあの視聴者層が高齢化しているからあのわあの若い人たちに戻そうっていうふう風なのが、えー、課題だって言ってなかったかっていう。 だなのにあのキャスティングのキャまあキャスティングはもう後の問題としてあの、えー、ゲーム開発者という職種が感情移入しにくいのが低視聴率の原因だって言われたところで、まあ、だってそれは若い人たちの取り込みを狙ったんだからそこは評価しないとダメだろうと私は思います。あとはあのそんなにあのプ,ライあのプライベートって 重視してんのかなっていう,うんどうもねあの、うん、これからもずっとあの高齢者にが何て言うのかな,あの高,齢な高齢者が見てくれればいいっていうんだったら別にそれでもこのそ,それでいいと思うんですけどそうじゃないっていうんだったら、うん、新しくチャレンジするキャスティングに関してもねあのそんなにあの 知らんかったですよ別にあの,あの芸能であの山崎賢人となんかあの誰かがどうはい広瀬すずさんがまあ同性婚して同性してるだ何だってのはあしかも報道だからあの事実かどうかも分かんないっていうんでそんなんで勝率に影響するかとか思うんだけどねうんあとはこの一番最後のまとめですね。ドラマのの設定は今ただ改良がないので えー、山崎が広瀬と破局するか香川,川が別の役で電撃復帰,復帰するしかなさそうだってお前このこの結論この2行を書くためにあのこの記事書いたろっていう <laughs>、うん、あんまちょっとあまりにも無理やりすぎないか結論だこの結論っていうのがね、えー、どうもねっていう、えー、とまだあれでしょっていうあの ワースト3だってこの10年間でのワースト3でしょっていう、うん、あとはねテレビ離れしているっていう根本的な理由か理由で、あのー、考えないとダメなんじゃないのっていう対象療法で考えるべきなんかなっていう、うん、まあねまあ私テレビ見ないからまあどっちでもいいんですけどねただあの山崎賢人さんに関しては なんかあの実写版の映画で頻繁に名前を見るからなんかあのそういった路線でなんかあの事務所が売り込もうとしてるのか本人が売り込もうとしてるのかはわからないですがね、うん、あの出過ぎとか思って「あの徐々、えーうん、ジジの君への冒険のジョ」のス介役違くないとか <laughs> あの私のこれは私の感性ですけどね。えーうんね その徐々に関してもあのえー、と三部作とか言ってた気がするんだけどえー、と続編の情報がトンと出ないっていうんでまあねもうテレビに関してはもうどうしようもないんじゃないかなとかは思うんですけどねあのこんなにあのネットフィックスとかアマゾンプライムがあねあの NHK の受信料以下で見られるわけだから。 うん、そう考えるとねわざわざ民放を見る必要もないやなっていうんでまあそん、ね、なんな、まあ、ちょっとねあので今回あのドラマの視聴率に,に関してですねちょっと、えー、語ってみました、えー、今回はここまでです。